ラルネサンスの吉田です。今日は、協力団体の方 の、 協力を得てウクライナ側西部の方に来ています。ここはトランスカルパチア地方というのですが、今20万人ほどの難民の方々がウクライナ中部からこちらに来ているということです。で、教会の方を通し、方を通じて私たちも支援を始めているところですけれども、こちらの教区では2万人の方々に食事などを提供しているということです。それで私たちとしては初めの支援として、この車の購入費用の支援を行いました。今まで1台の車で48の村を配っていた、食料を配っていたそうですけれども、今、1台増えたということで、もっと効率的に食料の配給が行えるということでした。